木の崎町は、かつて、兵庫県北東部に存在した町。旧木の崎郡。本校では、調整前の名称である、湯島村についても述べる。2005年4月1日、豊岡市、木の崎郡竹野町、日高町、伊豆市郡伊豆市町、担当町と対等を合併して、新、豊岡市となったため消滅した。山川の西岸に沿って、市街地があり、その中に、 木の先温泉も位置する。なお、日本海にごく近い印象があるものの、町域は豊岡市と竹野町に抱かれたような立地となっており、海には直接面していない。木の先温泉は関西の奥座敷として知られ、京阪神方面から木の先温泉駅まで多数の特急列車が直通している。木の先温泉は温泉寺の海藻である道里市商人という層が、 主上再度の対岸を発し、千日の祈願をしたことにより開かれた温泉と伝える。後に、聖武天皇の直を得て、同地商人が温泉寺を改装した。以後多くの人に親しまれ、カツ小五郎も一時ここに潜んだという。滋賀名親の城の先にては、死がが1913年事故に遭い、当地で療養した折の経験をもとにしている。 大日本特農家名鑑によれば、木の崎町の特農家は、西村佐平、片岡平八郎、加藤慎太郎などがいた。参陰実業更新独大賞11年によれば、物品販売業を営む人物は、岡田氷三郎、竹内滝蔵、久保田蒼吉、久保田純蔵、谷垣沖友治む、熊原孝吉、下、山賀二郎、竹内増蔵、佐藤慎太郎、 今西製造などがいた。製造業を営む人物は、細田健次。運送業を営む人物は、高橋大二郎。請負い業を営む人物は、藤原孫造。中立業を営む人物は、沖野修二などがいた。旅館業を営む人物は、西村六左衛門、伊賀正造、片岡平八郎、結城小左衛門、結城広司、杉本茂造、井上吉右衛門。 森口久左衛門、山本章、弁、斎藤総三郎、安田定吉、柿谷春、若狭与八郎、石田松太郎、西村佐兵、柿谷品、小島国次、川原章三郎,郎、西村彦七などがいた。ありがとうございます。